宮市が入ります。宮市は前節のゴールを決めています。まあ、F ・マリノスは前線タレント多いですからね、はい、まだ中川もいますし、ね、マルコス・ジュニオールもいますからね、さあここは取ったネオセラクパスです。さあ宮市最初のプレー、中にカットインしてパスを出した、ここ浮いている、落として後ろからシュート、追加点が入りました。最後は押し込んだのは西村、2対0 F ・マリノス、追加点、貴重な追加点です。小山松です。小山松はフルス対戦になります。そこもまたプレスをかけていきました。細谷後ろにただつなぎます。井上、そして白井です。ここまで降りてきたピーター・ウタがワンタッチで叩いて、これが福岡につながった。福岡から中へのボール、さあ一つ武田持ち出して、右には山田がいる。山田を使っていきます。もう一度福岡の動きですが、この福岡を使って松田と、そしてこの上から入ってきた、決まった。先制京都サンガ FC です。多くの人数がかかっていきました。